草津温泉。草津温泉は、日本の群馬県東郡草津町草津界隈。江戸時代における、上野国東郡草津村界隈。幕藩体制下の上州五両草津村界隈。初期は、沼田藩地業に所在する温泉であ、草津白根、三島六に位置する。日本を代表する名泉、名湯の一つであり、万里周区と、林羅山は、日本三名泉の一つに数えた。 草津温泉も古くからの名称であるが、かつては草津湯、草津の湯、あるいは上野国の衣装である上州を冠して上州草津湯、上州草津の湯とことが多かった。現在でもこれらを踏襲した合商、草津の湯、上州草津の湯は引用される。また上州草津温泉という名称も現在では用いられるが、この表現は仮称的ニュアンスの他に他地域の 草津や、草津温泉という紛らわしい地名と明確に区別する意図を含んでいる場合がある。当地における、草津という地名の語源は、温泉の硫化水素臭の C がゆえに、草水、草水、草渦、草渦にあるとされる。また、匂い所、草戸と,という説もある。草津山高専寺の縁起は、大半若原見た行、通称、大半若行の一説。 港有名当然草津湯が由来であると説いているが、大般若行には、このような不死はなく、俗説である。同時には、源頼朝が当地を訪ねた折に、草を買ったところ湯が出たという話も伝わっているが、口述するように史実性は疑わしく、民間語源であろう。なお、草津温泉を、峠カルタの具の札で、草津、草津良いとこ役ので湯と歌っているのは、地元で、 草津を、草津と読むからで、温泉水の持つ強い硫化水素臭から、草津と呼ばれたことが、今日の地名の由来であるという説がある。北西部には、草津白根山、白根山、2160メートル、湯釜、元白根山、2171メートル、青の峰、2110メートルがそびえている、上新越高原国立公園。草津温泉の湯は、 基本的には、酸性泉、酸性低調性高温泉である。場所、源泉によっては流行泉なども見受けられる。酸性が強く、pH は2前後である。この強酸性のために、下流のしなきダムには、酸性中和施設がある。適応症は、皮膚病、神経痛、糖尿病ほか。草津温泉は、草津白根山から東へ流れる、地下水に、 火山ガスが出会って生じていると考えられている。降ってから数ヶ月から数年の比較的新しい地下水が主体となっており、湧出量は直前の降水量の影響を強く受けている。また、白根山の山頂に近いほど pH が低く、岩有成分も変わる。源泉は公的に管理している大源泉が6つ存在する他ホテル等が所有している。 小源泉も多数存在する。自噴する温泉の湯量は極めて豊富であり、湯温も摂氏50から90度前後と高い。モズ高源泉はラジエーターを使い高い湯温を下げて排湯している。時間湯では昔から草つぶしなどを歌いながら木の板、湯もみ板というで温泉をかき回し、湯温を下げるのが特徴的な湯もみが行われる。 現在も観光客向けに実演する施設があるほか、2カ所の共同湯では当時の一環として行われている。ちなみに、草津節は草津温泉最古の共同風呂、わしの湯が発祥の地である。温泉街には湯畑をはじめとする代償様々の源泉がある。1975年、昭和50年に、もずこ源泉の利用及び町による管理範囲湯が始まってからは、 多くの小規模源泉が破棄された。なお、湯畑をはじめとする草津温泉の各源泉には緑色の岩赤のようなものが散されるが、これは、いでゆこごめ類などの温泉もである。草津温泉街は草津温泉の温泉街。外国語表記は2020年開催予定の東京オリンピックに向けての道路標識等の国際化事業の一環として2015年。 平成27年2月を境に、旧来のローマ字表記、草津温泉街から、英訳表記の草津温泉タウンに変更された。日本全国の他の温泉街に先駆けての思行であった。他の温泉街でも、同様に変更される予定にある。なお、温泉は、2010年代にはすでに、日本様式の温泉を指す用語として、国際共通語化してたことから、 ニュアンスの異なる英語スパに置き換えることなく、英語に習った温泉タウンが採用された。温泉地の中央に湯畑を中心とした古風な日本情緒に溢れた温泉街があり、それを取り巻くように、リゾートホテルやペンション、大滝の湯、西の河原公園、テルメテルメ及び温泉センターなどの泉、関連施設のほか、草津音楽の森国際コンサートホールや、 草津熱帯県などの諸施設が位置している。また、草津白根山に面して、草津国際スキー場がある。町外れには、当時に来て亡くなった人の無縁物が多数ある。古いものでは、明治年間の破壊しもある。温泉を用いた医療施設として、群馬大学医学部附属病院草津分院が1951年、昭和26年12月20日に開院されて、 高血圧、喘息、リウマチなどの治療に温泉を使用していたが、2002年、平成14年3月31日をもって、閉院した。草津温泉の湯畑に設けられた木製の問いを利用して行われる湯の花の採集は、江戸時代中期にあたる完成2年、1790年頃に始められた。以来、よく知られた土産物としても流通している。 現代、2010年代では、プラスチックのねじ込みの塩水状容器に赤文字で湯の花と筆書き体で印刷され、1500円程度で販売されている。2.3ヶ月に一度、わずかな量しか出荷されないことから、すぐに売り切れてしまう場合がある。古来、草津温泉は万病に吉と謳われ、多くの当時客を迎え入れてきた。温泉の温効果に加えて、 草津温泉の共産性泉による殺菌作用、成分に含まれる硫酸アルミニウムによる修練作用、皮膚の刺激作用により切り傷から、ハンセン病、梅毒、皮膚病まで幅広い病の患者を受け入れてきた。草津温泉が考案した独特の入浴法として時間湯がある。これは湯もみによる低温化と組み合わせたもので、1877年。 明治十年頃に完成した温度が高すぎて人間の入浴に適さない草津温泉の源泉の湯を加水することなく適温化するために考え出された方法でせっかくの温泉成分が加水で薄まってしまうのを避けることができる湯もみ板で湯をもみ湯調の号令で一斉に入浴し三分間の入浴を行う最盛期には熱の湯、白旗の湯、松の湯 千代の湯、和紙の湯、地蔵の湯の六湯で行われていたが、2010年代には、千代の湯、地蔵の湯の二湯で行われるのみとなっている。草津温泉の旅館15軒が、和風村の名前で、各旅館の内湯の日帰り入浴サービスを行っている。加盟している旅館で、通行手形を購入することで利用可能。街中に共同浴場が多く存在している。 ただし、草津温泉では、昔から、巡り湯は、してはいけないと戒しめられている。共同浴場名と利用源泉は、以下の通りである。山和武、日本穂高、行期、源頼朝が開け湯したとの俗説があるが、同時代の記録、碑文や文書に、草津温泉を寄贈させる内容は見られない。上州草津の温泉について今日まで伝えられている、最古の記録は、 戦国時代前期の事柄について、当時より、後世の人物が記したものである。それは、文明四年、1472年、新州西源寺住職の招きで、浄土新州本願寺派、第八世宗主、蓮女が、越前吉崎、現、福井県荒らし、吉崎の吉崎五坊より、来宗して布教したというものであるが、かかる記録は、他の記録と年号が食い違っている上、 後世に記したものであるため、真偽のほどは定かでない、草津温泉温泉観光志向座よりは薄ともかくも、資料として、基地で最古の例である。この頃の上州草津の湯は、すでに全国に名の知れた湯治場となっていたと考えられる。戦国時代には、湯本氏が文献に多く登場し、草津の湯事客から取る湯泉を、 武田配家の真田氏に収めたり、草津や白根で採れる洋を戦国大名に送っている。ほか、豊臣秀吉が徳川家康に草津入有を勧めた書状なども伝わっているからである。真田信之の保養法は、当時市などの自然干渉で、療養や江戸詰めの跡などにしばしば草津温泉を利用している。功能を熟知していたとみえ、知人らにも勧めて、 白神の島田利政が当時を計画するや、その面倒を見ている。太閤、豊臣秀吉は文禄四年三月、1595年の四月か五月に、草津当時の綿密な計画を立てるほどの温泉好きで、あった。なお、草津温泉の由緒として、あずまによると、研究四年八月、1193年九月頃に、源頼朝が、 浅間山で巻狩りを行った際に、木曽義仲の維新で、義仲維持をかくまって、草津に潜んでいた細野氏を見出し、湯本の生を与えて、草津の児童都市以後、湯本氏は温泉経営をもって、工場、足利に仕えたとよく言われているが、あず鏡に、そのような記述はない。江戸時代初期は、真田市の沼田藩、その後は、天領として、 江戸幕府の直轄支配を受けている。湯本氏は沼田藩の家老として徴用されていたが、後に本家は改役処分となる。現在と比べて交通は不便にもかかわらず、当事客で賑わいは年間1万人を超える数を記録している。近世を通じて60軒の湯宿があり、幕末には草津千軒江戸構えと言われるほど栄えていた。この 宣言はかつ火山白根山イコール宣言のふもとに栄えた草津温泉という意味であるとする学説もある。草津温泉は、泉質が強烈なため、当時後に肌の手入れのために入る草津の上がりなる温泉として、四万温泉や沢渡り温泉がある。江戸時代初期は、内湯はなく、湯宿は基本的に素泊まりであった。18世紀初頭になると、囲い,い湯。 幕湯という貸し切湯の習慣ができ、後に内湯が設けられるようになった。明治時代、スウェーデンの人文学者、アドルフ・エリク・ノルデン・ショルドは、草津訪問記を記し、その中で草津温泉には療養する病人が多く、草津はそれら病人によって成り立っており、病人たちが罹患しているのは、梅毒やハンセン病、大病、活気である、としている。 お雇い外国人として来日した、ドイツ人イシエル・ビン・ホンベルツ、及び宣教師コンウォールリーによりハンセン病に効く、当事場としての地位が確立され、草津温泉郷にはハンセン病集落ができている。その後、1931年、昭和6年に、大予防法が制定されると、その直後の1932年、昭和7年には、 国立来療養食料楽船園が開設されている。大正期には、軽井沢から、京弁鉄道、草軽電気鉄道が、草津まで開通したほか、後に、高崎、渋川などから、バスも乗り入れるようになった。長野原線、現、阿賀妻線が、長野原駅、現、長野原草津口駅まで開業したのは1946年、昭和21年である。 太平洋戦争が終結した後、日本にもハンセン病治療薬プロミンが導入され、これが大きな治療効果をもたらした。さらにリファンピシンの登場によって、ハンセン病はほぼ克服されたため、温泉療法は急速に廃れ、ハンセン病の当除場として成立してきた草津温泉は、方向転換を余儀なくされた。その後は群馬県を挙げて、 一般観光客を集める温泉観光地としての道を歩むこととなる。1975年、昭和50年に、湧出量4700リットル、糞のモズ高原線の利用が始まり、これを機に、草津町による集中管理給湯システムが整えられた。給湯量に余裕ができ、それまで温泉施設のなかった高台にも給湯が可能になったため、一気に、 草津温泉の規模は拡大した。2006年、平成18年には草津温泉の土産物店、ホテル、旅館などで売られている湯の花の多くが、同温泉で採集されたものではなく、異様に炭酸カルシウムを混ぜて製造したり、近隣の温泉の湯の花であったことが判明した。これを受けて、厚生取引委員会は、景品表示法違反、有料5人で、 製造販売した4社に排除命令し、6社には排除勧告を行った。しかしその後も人工の入浴剤がパッケージを変更して販売されているのではないかという指摘がある。なお草津町が販売している湯の花は発売元が群馬県草津町と表示されたプラスチック姿に入ったものである。これは年間約5000個ほどしか販売されていない。 草津という地名は、当地以外にも存在する。地名度において、滋賀県の草津市はその筆頭といえよう。東海道53三軸市の宿場町である草津塾や、天井側である草津川で、昔から有名な地域である。群馬県の草津町と滋賀県の草津市は、地名を共有する縁をもって、1997年、平成9年に友好交流協定を締結した。 草津温泉と称する銭湯が、滋賀県の草津市にはある、右の画像を参照。現在は閉館。草津市以外にも、山梨県の甲府市にあり、愛知県の名古屋市厚田区にもかつてはあった、2012年に、はい。草津市の銭湯、草津温泉では、人工湯の花を入れた露天風呂を設けている。甲府市の銭湯、草津温泉は独自の源泉を使用し、 かけ流しで提供している。名古屋市の銭湯、草津温泉は、草津温泉、群馬県草津町の草津温泉から取り寄せた湯の花を使用していた。J リーグ3ブリーグ、J3 リーグのサッカークラブであるザスパ草津群馬は、草津町と前橋市を中心とする群馬県全県をホームタウンとしているが、1999年、平成11年、前身にあたる群馬県社会人、 サッカーリーグ所属チーム、リエゾン・クサツが存続の危機に陥った折、主に地元サッカークラブの協力を得て、解体を免れているが、クサツ町及び、クサツ温泉旅館共同組合も手を差し伸べており、クサツ温泉としては、チームに留まった4名の選手に、クサツ温泉の宿泊施設などでのアルバイトを斡旋し、私服の時を過ごすための雇用環境を整える、ことなどで支援した。 危機を乗り切ったチームは、2002年、平成14年4月、ザスパ・草津に改称し、草津温泉湯畑で、発足式が催された。その名は、英語で、療養目的の温泉を意味する、スパ、と、チーム誕生の地である、草津温泉に由来する。同年8月1日には、チームのマスコット、湯とモが誕生したが、キャラクターの設定上、 草津温泉の熱のゆくから生まれたことになっている。2003年、平成15年2月5日には、草津町大技草,草津にて、株式会社草津温泉フットボールクラブ、草津温泉 FC が、群馬県社会人、サッカーチーム、ザスパクサツ、現、ザスパク津群馬の運営会社として設立された。チームは、その後躍進を遂げて、J2 リーグにも所属したことのある、 J3 リーグのサッカークラブザスパクサツ群馬となった。クラブ名に含まれるクサツの影が薄くなったのは従来の名称では発祥地であるクサツの名が目立ちすぎてクサツ町という狭い地域のみがホームタウンであると誤解れる恐れがあるためこれを避けホームタウンは群馬県全県であると訴求できるよう考案された新名称であった。なおクサツ温泉でのアルバイト雇用はサテライト 二軍の選手を対象に続けられている。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。